こんにちは、ハーリーです。今日は2023年上半期に池袋にオープンした美味しいお店10選をご紹介します。皆さん、新しいお店ってどんなお店なのか気になりますよね。そこで今日の動画では、今年1月から6月に池袋にオープンしたお店の中でも、ここはぜひ紹介したいと僕が思ったお店を厳選して10個ご紹介します。ここ行きたいというお店がきっと見つかりますよ。動画の最後では10のお店の中でも特に僕がおすすめしたいお店トップ3をご紹介しているので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿、高級ホテルをご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する10のお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。一つ目のお店はミーシューさんです。池袋駅 C3 出口からすぐ、立教大学の近くにあります。ミーシューさんは今年6月にオープンした中国の大人気ドリンク&アイスクリームのお店です。イートインはなく、テイクアウトのみの販売です。メニューは100円のドリンクや160円のソフトクリームなど、お手頃価格のメニューがずらーっと並んでいます。こんなにお手頃価格だなんて、コンビニでドリンクを買うよりも安いですよね。注文のタイミングで氷の量と砂糖の量をお好みに変更することができます。僕は奥さんと行ってパールミルクティーと高山式春をいただきました。 700ml もあるこのビッグサイズドリンクが100円ってすごいですよね。なんでこんなに安いの？と思ったら、ミーシューさんは高品質なドリンクを気軽に楽しんでもらいたいという思いのもと、商品の研究開発から原材料の生産、物流まで全て自社で行うことで、この安さを実現しているみたいですよ。本場の中国ではタピオカドリンクは130円、アイスクリームは50円から販売しているらしいので、その思いが伝わってきますよね。こちらの可愛いパッケージもすごく魅力的なので、ぜひ行ってみてください。2つ目のお店は魚美藤菜さんです。池袋駅 C3 出口からすぐ、ピザ100名店のピザボルサさんの近くにあります。藤菜さんは4月にオープンした東京でも珍しい焼き魚のお店です。店内は U 字型のカウンター席が14席あります。お客さんは20代から60代と幅広く、男女比も半々ぐらいですね。メニューはこちらです。藤菜さんの名物は本マグロ大トロと鯛だしの土鍋ご飯なので、こちらは必ず頼みましょう。焼き魚盛り合わせには本マグロ大トロはついてこないので、僕としては盛り合わせと本マグロ大トロそれぞれを頼むのがおすすめです。店員さんが丁寧に教えてくれるので、わからないときは聞いてみるのもありですよ。ドリンクメニューはこんな感じになっています。まずはビールで乾杯です。普通のビールではなく、クラフトビールを使っているあたりも女性受けする秘訣ですよね。この日のお通しはサワラ、本マグロのたたき、桜エビでした。お通しから海鮮尽くしってこだわりを感じますよね。特にサワラはいい感じに炙られているので、香りも楽しむことができます。続いて春菊とほうれん草のサラダです。こちらのサラダのポイントはサバのドレッシングです。少しオイリーでサバの旨味を感じられるドレッシングなので、お箸がどんどん進みます。そしてこちらが名物の本マグロ大トロです。焼き魚は目の前で店員さんが焼いてくれます。こちらの焼かれている瞬間を見ているだけでも、ワクワク感がどんどん高まりますよね。店員さんによってベストな頃合いに焼き上げられたマグロは、外はこんがり、中はお刺身状態のコントラストがいい感じで、めちゃめちゃ美味しいです。お刺身を焼くスタイルでいただく焼き魚のお店は、実は東京でも築地にある焼き魚石川さんくらいしか有名なお店がないです。そんな貴重なジャンルがここ池袋でいただけるというのは、池袋民として本当に嬉しいですよね。
ちなみに焼きうお石川さんは2018年にオープンして、オープン直後は僕もよく行っていたんですけど、ここ数年 SNS で人気になってからはどんどんお高くなってしまって、僕はめっきり行かなくなってしまいました。一方、藤名さんは焼きうおをもっとお手頃価格で提供したいというコンセプトになっていて、味もちゃんと美味しいので、僕みたいなコスパも重視する人からすると本当に嬉しいお店です。名物の土鍋ご飯は鯛のピンク色ととびっこの赤が映えて、見た目から楽しむことができます。鯛の旨味とともにたくさん入ったとびっこのプチプチ食感がたまらないですね。そして僕が何より驚いたのが、土鍋ご飯のこのおこげです。おこげの作り方がめちゃめちゃうまくて、銀座土日ランチ5000という動画でご紹介した8代目義兵衛さんに全然負けないおこげのクオリティです。もちろん水分量をもう少し加えてふっくらとした土鍋ご飯というのも美味しいんですけど、このおこげスタイルで出してくれるお店が非常に珍しいからこそ、藤名さんにいて食べる価値があるんだと思います。店員さんの接客も本当に素敵で、単体動画でも取り上げたいと思えるほどの満足度の高いお店でしたよ。ハーリー一押しのお店なので、ぜひ行ってみてください。3つ目のお店は将軍バーガーさんです。場所は東京芸術劇場から一本道を渡ったキッチン ABC さんの真ん前にあります。将軍バーガーさんは2022年ハンバーガー選手権で日本一に選ばれている和牛バーガーの専門店です。僕は開店日の先頭にいて、オープンの瞬間を撮れたので、改めて皆さんに共有しますね。それではどうぞ。じゃあオープンします。どうぞ。ありがとうございます。おはようございます。すごく元気があって気持ちいいですよね。このお店の人生の中で一度しかない誕生の瞬間をお届けできて嬉しいです。店内は1階に発見機とキッチンが、2階にイートインスペースがあります。イートインはカウンターが5席、4人掛けテーブルが3つあります。メニューはこちらです。将軍バーガーさんといえばチーズバーガーが有名なので、よく食べられる人は一番人気のダブルチーズバーガー、インスタ映えや名物狙いの人はトリプルチーズバーガー、そんなに食べないよという人はチーズバーガーを頼むのがおすすめです。こちらが一番人気のダブルチーズバーガーにポテトとドリンクのセットです。これ見てください。ものすごくインパクトありますよね。パティと野菜たちがバンズからこんにちはとはみ出しています。一口いただくと、すね肉特有のゴリゴリ食感がしっかりと感じられます。黒毛和牛を粗挽きにしたパティは、噛みしめるほどに旨味が広がる素晴らしい味わいですね。バンズはカリッとタイプではなく、しっとりタイプで、あふれ出すパティの肉汁をしっかりと受け止めています。半分食べてマスタードをかけると、ちょっとした辛みが加わってさっぱりとした味わいに変化します。ちなみにドリンクセットにはコーヒーまたはドリンクバーがあって、ドリンクバーにするとこんな感じで自分の好きなドリンクが飲み放題になりますよ。アルコールもあるので、ハンバーグとともに飲みたいという人はそちらのセットを頼んでみてくださいね。今はそこまで混んでいないので、ピーク時以外は比較的入りやすいですよ。4つ目のお店は曲がり定食屋ほのかさんです。豊島税務署の近く、西池袋公園の裏あたりにあります。ほのかさんは今年1月にオープンした、店主の釣った新鮮なアジや、その日豊洲市場で仕入れたばかりのマグロを使った絶品の和定食がいただけるお店です。夜は器にこだわった居酒屋さんをお昼に間借りしているので、店内にはたくさんの器が置いてあります。座席はカウンター7席のみです。店主がすごく明るいので、初めての人でも若者から大人まで誰でも入りやすい雰囲気ですよ。火曜日と土曜日が店主の釣った味メニュー、木曜日はその日の朝豊洲市場で仕入れたばかりのマグロを使ったメニューです。この日の僕はアジのなめろうとフライセットをいただきました。
ほのかさんのアジは前日に店主が釣ったアジだけあっていい味を出しています。1000円ちょっとなのにこんなにもたくさんのアジがいただけるなんて本当に天国ですよね。そしてこちらが僕の奥さんが頼んだアジたたき定食です。アジたたきがまるで富士山のように山盛りになっています。こちらのたたきはごま、ネギ、みょうがの香りがアジをアシストしていてすごく美味しいです。そしてこちらが別日に木曜日にいただいたマグロ定食です。マグロは店主がその日の朝に豊洲で仕入れたばかりの生でいただけるマグロを提供してくれます。スーパーとかで売っているマグロは冷凍をしてから解凍しているので水っぽさが出てしまうんですけど、ほのかさんのマグロは店主が豊洲市場のマグロ屋に通い詰めていて人間関係を作っているからこそ冷凍せずに食べられる生のマグロをいただくことができます。冷凍されていない生のマグロはマグロ本来のねっとりとした食感でこちらも本当に美味しいです。この価格で当日の朝さばいた生マグロが食べられるのは本当にお得ですね。ほのかさんは池袋の地元民にも大人気のお店なので行くときはインスタグラムで予約してから行くようにしてくださいね。お店のインスタグラムリンクは概要欄に貼っておきます。5つ目のお店はヌーコーヒンさんです。池袋駅西口から金目町方面に7分くらい歩いたところにあります。ヌーコーヒンさんはまったりと過ごせるベトナムカフェです。店内は白と緑を基調としたベトナムチックな空間です。まだ誰にも知られていないだけあって落ち着いて過ごすことができますね。メニューはこちらです。フードメニューはファンミーやお店おすすめのライオヌードル、ドリンクはコーヒーやミルクティーがあります。こちらがお店一押しのライオヌードルです。ライオヌードルはトロトロとしたスープにもっちもちの麺が入っています。心が落ち着く優しい味わいで、わかりやすく言うとおかゆの柔らかい麺バージョンという感じですね。付属の辛味を入れることでいいアクセントになります。ただ正直に言うとこれで950円ならフォーティン東京さんやレインドロップさんの方が満足度が高いかなという印象ですね。バンミーも甘辛で美味しいんですけど、こちらもわざわざ食べに来たいと思えるレベルではなかったですね。ただこのドリンクは美味しいです。ゆったりと過ごせる空間で、カウンターには電源完備、コーヒーは1杯350円から楽しめるので、僕としてはカフェの少ないこのエリアで休憩したいなという時におすすめですよ。ぜひ行ってみてください。6つ目のお店は隠れ家ホタルさんです。池袋駅西口から10分くらい歩いた、そばで有名ななぜそばにラー油を入れるのかの前にあります。ホタルさんは今年4月にオープンしたボタン鍋焼きと磯焼きが名物のお店です。大人がゆっくり過ごすお店がコンセプトだけあって、店内は落ち着いた和の空間が漂います。メニューは名物のボタン鍋焼きと磯焼きがメインで、それとは別に本日のおすすめメニューがあります。まずは磯焼きです。磯焼きはその日豊洲市場で仕入れた新鮮なお魚をいただきます。磯焼きのお店ってどうしてもワイワイとしたチェーン店が多いので、こういうまったりとしたお店でいただけるのは嬉しいですよね。そしてこちらがもう一つの名物、ボタン鍋焼きです。ボタン鍋焼きは宮崎県の漁師さんから直送したイノシシ肉を使っています。ボタン鍋焼きって普通は鍋でいただくのに、ホタルさんではなんとジンギスカン鍋でいただくスタイルです。こちらの食べ方は宮崎県の漁師さんから、イノシシ肉はこの食べ方が一番うまいよと教えてもらったから思いついたアイデアみたいですよ。ちなみに店主はフードコンサルをしていて、そのつながりから宮崎県の漁師さんとも知り合ったみたいですよ。ただ魚も肉も基本的にセルフで焼くスタイルなので、好みの味付けや焼き具合にできる反面、焼き方や食べ頃が分からず僕は難しいなと思いました。ただここでしか味わえない磯焼きボタン焼きを楽しめるので、ぜひ一度食べてみてくださいね。
7つ目のお店は新宿しじみ中華そば小白さんです。場所は池袋駅西口北にあるアパホテルの1階に入っています。小白さんはミシュランビブグルマンに3年連続選ばれている大人気のラーメン屋さんです。ホテルの中だけあって店内は天井も高くラグジュアリーな空間です。メニューはこちらです。小白さんは島根県の新宿産のしじみを使ったしじみ中華そば塩が看板メニューなので、迷ったらこちらを選びましょう。上はプラス300円でバラ2枚と味玉、特上はプラス600円で鴨2枚、バラ2枚、ワンタン2個、味玉が追加されます。まずは池袋店限定のシューマイです。シューマイは肉とエビの2種類です。肉はふんわりとした衣の中にホックホクのお肉が入っています。お肉の旨味と野菜の甘みがしっかりと感じられて、タケノコのサクッと食感がいいアクセントになっていますね。エビは一口食べた瞬間にエビの芳醇な香りが口いっぱいに広がる素晴らしい一品です。そしてこちらが中華そば塩上です。2種類のチャーシューにメンマ、紫玉ねぎなどが入っていて、見た目も美しいですよね。スープはしじみの旨味が凝縮されていて、塩だれのまろやかさが重なった滋味深い味わいです。麺は自家製のストレート細麺で、固めの茹で加減でスープとよーく絡みます。ちなみにこのしじみ中華そばのスープは1杯あたりなんと約80粒のしじみを使っているらしいですよ。そしてこちらがもう一つのメニューの中華そば醤油の上です。醤油は塩に比べてパンチがあるので、僕みたいながっつり好きの人は醤油の方が好みだと思いますね。小白さんは人気店ではあるものの、特に平日なら比較的待たずに入ることができますよ。貝の出汁と塩が織りなす旨味たっぷりのしじみラーメンをぜひ食べてみてください。8つ目のお店は鳥踏みに JR 池袋駅東口店さんです。池袋駅東口から階段を上ってすぐのところにあります。鳥踏みにさんは今年3月にオープンした素材と味にこだわったパン屋さんです。門前仲町に本店を構えるトリュフベーカリーというパン屋さんの池袋店ですね。アメリカ西海岸を意識して作られた店内はレンガや木目を基調としたナチュラルでおしゃれな空間です。店内に広がるバターとトリュフの芳醇な香りにパンへの期待値が高まりますよね。数あるパンの中でも一番人気は白トリュフの塩パンなんですけど、店員さんに聞いてみたところ、クロワッサン、明太子フランス、黒トリュフのサンドイッチも人気みたいですよ。こちらが名物の白トリュフの塩パンです。白トリュフの塩パンは自家製のトリュフバターを巻き込んで焼き上げ、仕上げにトリュフオイルとトリュフ塩を添えた一番人気のパンです。旨味と甘みを持ったカナダ産一等級コヤ、フランス産のエクストラファインソルト、イタリアアルパ産の白トリュフなどこだわりの素材を使用していますね。それだけあって一口食べただけでトリュフの香りと風味が口いっぱいに広がります。塩気が効いていてやみつきになる味わいなので、大人気になるのもよくわかるパンですね。トリュフベーカリーさんは王様のブランチ、ラビット、じゅん散歩など数多くのテレビやメディアで取り上げられる大人気のお店なので、ぜひ行ってみてくださいね。9つ目のお店はとんかつふみやさんです。池袋駅東口から上池袋方面へ8分くらい歩いたところにあります。ふみやさんは今年4月にオープンした秋田県小坂町産のブランド豚もも豚を使った絶品のとんかつをいただけるお店です。店内はグレーを基調とした落ち着いた空間です。お客さんは地元の方や近所のサラリーマンの方が多いです。注文は入り口すぐの食券機で行うスタイルです。お店一押しはふみやかつ丼なので、迷ったらこちらを選びましょう。ちなみにランチカツ丼は卵ととんかつが一つ少なくなる代わりに300円安くいただけますよ。こちらがお店一押しのふみやかつ丼です。ふみやさんのカツ丼は卵が半熟でプルプルとしています。全面が衣で覆われているタイプのとんかつで、中のお肉もしっ
っとりと噛み応えがあってめちゃめちゃ美味しいです。正直行く前はそんなに期待してなかったんですけど、実際に食べてみるとすごく美味しくて、池袋のカツ丼の中で一番のお店だと思います。強いて言うなら器を小さくしたらもっと映えるのになという点はもったいなく感じましたね。味もいいんですけど、僕がフミヤさんで一番おすすめしたいポイントは店員さんの明るい接客です。特にホール担当の若い女性店員さんがすごく明るく元気に接客してくれたので、なんだか僕も元気をもらうことができました。接客がいいととんかつのお味も100倍美味しくなりますよね。ぜひ行ってみてください。最後のお店は三浦のハンバーグさんです。池袋駅東口から5分くらい歩いたところにあります。三浦のハンバーグさんは今年3月にリニューアルオープンした、なんと600円でハンバーグが食べられるお店です。3月にリニューアルしただけあって、店内は綺麗な空間です。お客さんは20代から50代で来ている男性の方が多いんですけど、お一人様で来ている女性もいらっしゃいます。特に水曜日はレディースデーなので女性はチャンスですね。平日ランチメニューはこちらです。一番人気は600円のハンバーグランチなので、迷ったらこちらを選びましょう。ソースは左下の9種類から選べて、ご飯は大盛りも無料です。ちなみに三浦のハンバーグさんは夜や土曜日日曜日も頼めるグランドメニューもすごくお手頃価格ですよ。こちらが600円のハンバーグランチです。ご飯、お味噌汁がセットになって600円というのは本当にすごいですよね。ハンバーグにナイフを入れると肉汁がじゅわーっと溢れ出します。シンプルな味わいながらもお肉感がしっかりと感じられるので、物価高が進んだ今なら800円や900円しても人気の出るハンバーグだと思いますね。こういうお手頃価格で庶民のお財布に優しいお店は本当に助かります。ちなみに三浦のハンバーグさんは大の人気店なので、お昼のピーク時はかなり混雑します。僕の動画をいつも見てくれている視聴者さんからの情報によると、お昼の1時過ぎに行くと並ばずに入れるタイミングがあるみたいですよ。今日は2023年上半期に池袋にオープンした美味しいお店10選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。ドリンク1杯100円、ソフトクリームを160円からいただける可愛い中国の大人気店ならミーシューさん。ハーリーが大絶賛、美味しい焼き魚と土鍋ご飯をコスパよくいただくなら魚美藤菜さん。2022年ハンバーガー選手権で日本一に選ばれた大人気の和牛バーガー専門店なら将軍バーガーさん。店主の釣った絶品のアジア、その日豊洲市場で仕入れたばかりのマグロを使った絶品の和定食がいただけるお店なら曲がり定食やほのかさん。美味しいドリンクとともにまったりと過ごせる穴場のカフェならヌーコーヒーさん。ゆったりと過ごせる大人空間でここでしか味わえないボタン鍋焼き、磯焼きをいただくなら隠れ家ホタルさん。ミシュランビブグルマンに3年連続選ばれている大人気のラーメン屋さんならコアクさん。 SNS で話題、塩気が効いたやみつきのベーカリーならトリュフベーカリーさん。ハーリー大絶賛、卵プルプル、カツもサクッとした美味しいとんかつならとんかつふみやさん。なんと600円でいただけるお財布に優しいハンバーグなら三浦のハンバーグさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。今日のおまけでは、今日ご紹介した10のお店の中から僕が特におすすめと思うトップ3のお店をご紹介します。まず第3位は三浦のハンバーグさんです。こちらは令和5年の今でも600円でいただけるなんてすごすぎるという理由で選びました。池袋のサラリーマンや学生にとって本当にありがたいお店ですよね。続いて第2位は魚美藤菜さんです。東京でも希少な焼き魚が
お手頃価格でいただける最高のお店ですね。店員さんが目の前で焼いてくれるところや土鍋ご飯のおこげも本当に素晴らしくて、皆さんの次のディナーに絶対に行ってほしいお店です。この上半期でハーリー一押しの飲み屋さんですよ。そして栄えある第1位は曲がり定食屋ほのかさんです。ほのかさんは店主が釣った新鮮なアジや、その日豊洲市場で仕入れたばかりのマグロを使った絶品の和定食が超絶お手頃価格でいただけるんでおすすめです。ただその美味しい和定食に加えて、店主の気さくな接客が本当に素晴らしいです。皆さんが行ったら店主の明るさに元気をもらえること間違いなしですよ。この上半期のランチのお店の中でハーリー一押しのお店です。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。